200V の3相電動機、出力 2.2 キロですね。これ1台だけの配線の、しかもですね、一番簡単なその手元開閉機のない場合ですね、それの話をさせてもらいます。まず表からですね、定格、2.2kW のですね、行ですね、行よりですね、電線の太さですね、電線の太さいうのはですね、これ16ですわ。これね、16以上ですね。それから、モーターブレーカー、こうですね。モーターブレーカーの容量はですね、これは遮断器は、30アンペアと、こうなっております。したがって、ここは3層の200ボルト用の30アンペアですね。それから、電線の太さが16ですから、ここですね。VVF の 1.6 ですね。はい。それから次にね、接地線ですね。接地線は、これは16ですな。IV の16と、ここですね。IV の16と。こうなります。それから、コンデンサーですけどね。コンデンサーですが、これ 2.2kW 用でですね、50Hz では、これはですね、50マイクロファラットですね。それから、60Hz では、これはですね、40マイクロですね。周波数によって違うわけですね。したがってここは50マイクロファラットか40マイクロファラットと、こういうことになります。当然ここは、VVF のですね、1.6 になりますね。それからブレーカーからですね、一時側ですけど、これは、16を張るわけにいきません。これ2ミリですね。VVF の2ミリと、ここも VVF の2ミリと。こういうことになります。